皆さんこんにちは、バルセロナののりこです。新しい髪型で美容院に行ったわけではなくて、まだスペインは外出制限が続いておりますので、もう自分で切っちゃったんですよ。ハサミでちょきちょきちょき切って、もうざく切りですね、こうつかみ切りで、元私すごい癖っ気なんで、洗いっぱなしにしてるとこういう状態になっちゃうの。でもね、やっぱりみんなないものねがりでストレートがいいんですよね。で、こう、ね、いつもストレートにしてるんですけど、今日はちょっと時間がなくて、ラーメン食べてる小池さんみたいに、バレますよね、年ね。わかりますよ、おばきゅうの。になってますが、まあ、そんなことはどうだっていい。あとね、やけどしちゃったんですよ、やけど。もう私結構どんくさくて、結構何ですかね、もう料理してる時でもわーとか物壊したりとかしてるんですけど、お鍋に、でっかいお鍋にジュッてやっちゃって、やけどしました。で、そのどんくさい私がお届けする、今日は有酸素ピラティスです。有酸素ね、人気なんだけど、結構ね、やってる時に私肩がなんかこう腕が痛くなるんですとか、なんか肩が危ない感じがするんです、大きく動かすと、っていうね、ご意見をいただいて。そうなんです。腕をね、大きく例えばこうやって動かすっていうことは、こう肩甲骨周りの筋肉もすごい使うから、脂肪燃焼にとってもいいんですよ。ただ私たちの年代になってくると、こう腕が上がりにくいとか、肩がね、肩のここの関節が狭くなっちゃうと、こう腕を大きく動かすことでなんかこう危ない感じがするとか、痛いとか、でそういう場合はですね、どうしたらいいかっていうと、一緒に有酸素やりたいですよね。やってください。で、手は例えばカチッといい姿勢に持ってきて、なんでこう縮こまってなくて、ちゃんと胸が開いている、鎖骨がきれいに横に開いている状態に持ってきて、ここで固定して一緒に動くとか、こうでもいいんですよ、こうでもいいんですよ、ね、固定して一緒にいろんな動き、もしくはすごく動きを小さくする、小さめにだけどコントロールをするんです。こういう動きもこうやってこうやって動かすんじゃなくて、こう少し控えめなんだけど、うんっていう感じで控えめなんだけどちゃんとコントロール。あと昔算数でやったように、こう腕が長いと重みは、ここの軸の元にかかってくる重みって大きくなりますよね、算数なんで。こう曲げるとここ短くなりますから、重みがかかる負荷が少なくなります。ですから、こう腕をね、こうやって大きく動かすのではなくて、例えば小さく動かすとか、そういうモディフィケーション、モディフィケーションってなんていうんだ日本語で、まあ少し動きを変えてできるようにしていってください、ね、それもなるべくインストラクションで言うようにしますが、ですので、どんくさい私がお届けする有酸素運動です。ではよろしくお願いします。ミュージックスタート。Don't go, just leave, no stay with me, I'm in
flying like a cannonball. Yeah. What if I'm just concealing that I'm waiting for a star to fall? Won't you do me a favor? Won't you hit me up, baby? All this time I'm looking at my telephone, 'cause I'm thinking of your hands and the way you make them dance on me, on me. Make a wish, take your pick. Let me out before I slip. Take your pick, take your pick. Dynamite, you just blew my mind right now. Right now, right, right now. One more night, baby, come and show me how. Me how, show me how. We'll be right back.